シラゴは、アメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名は、アンティル諸島の淡水に生息する、ハゼカのシラホゴビーニッチナム。ウオーナはシラジョだが、艦名は何らかのミスでシラゴに変わっている。シラホゴビーシラーゴは1945年1月4日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年5月13日に、 エルメンデル・リバーズ・プジンによって、命名、浸水し、1945年8月13日に、艦長海 J ハールフィンガーに星少佐の指揮下、収益する。第二次世界大戦の終盤に収益した、シラーゴは、1945年は秋に、東海岸及び、カリブ海で、成長巡航を行う。その後コネチカット州、ニューロンドンで、第八潜水戦隊に合流し、 1946年1月にマサチューセッツ州プロビンスタウンに移動。ここでは2隻のドイツ潜水艦の破壊に参加した。ニューロンドンに帰還すると、潜水艦学校、艦隊駆逐艦部隊の訓練任務、新技術及び新型機材の評価実験訓練、デイビス海峡からカリブ海での艦隊演習を行う。1948年12月に潜水艦水力、 増強計画に基づく回収作業のため、フィラデルフィア海軍造船所に入る。作業完了後1949年7月25日に、ノーホークに向けて出港し、近代化された高速攻撃型潜水艦として、第6潜水船体に加わる。シラーゴは続く22年にわたって、第6潜水船体で活動し、その主な任務は、対潜水艦船であった。別の任務は、 水上艦船等、情報収集、研究開発のための実験が含まれていた。1950年代を通じて、これらの任務は、大西洋西部で、大潜水艦船グループの領艦と共に行われた。また、カナダ・アメリカ両軍の合同演習、NATO の演習などに参加し大西洋東部、北海で活動する。 1951年9月から11月及び1954年9月から12月までの期間は第6艦隊とともに地中海で活動した。1962年10月にシラゴはノーフォーク海軍造船所で広範囲オーバーホールを行う。オーバーホールではガラス繊維強化プラスチックの上部構造、セールが装着された。1963年春に 対潜水艦船グループ、アルファ任務軍との任務を再開した。その年の秋には、中東で、中央条約機構の演習、ミドリンク6に参加する。1960年代の残りから70年代に、かけての任務は1950年代の任務と同様のものであった。1971年7月1日に、シラーゴは、フロリダ州キーウェストの、第12潜水船隊に配属される。 しかし、4ヶ月も経たないうちの10月15日に再び、ノーフォークの第6潜水船隊に配属された。そのまま、同部隊で1972年6月1日に退役するまで保管される。同日除籍され、シラゴは海軍艦船司令部に遺憾、1973年5月2日に、バージニア州、チェサピークのジェイコブソンメタル社にスクラップとして売却された。 ありがとうございます。